ゴールデンウィークでも大量のタダ券をばらまく J リーグにさすがにヤバいとの声。J リーグ派新たなファン獲得を目指したゴールデンウィークの大規模施策として、4月29日から5月14日までの J1、J2、J3 計78試合に14万人を無料招待すると発表した。昨年派ゴールデンウィーク、夏休みの同様施策で新規ファンの獲得に成功。7.2 万人相当がスタジアムに初来場し、そのうち、2回以上のリピーター率は 20% を超えたという。大型連休にタダ券ってすごいな。繁忙期に無料、ゴールデンウィークに14万人も招待って玉蹴りやばいな。黙ってても客入る時期だろ。タダ券配り始めたらオワコンまっしぐらだぞ。タダで来た客が金払ってくるとは思えない。元からのファンがタダ券で来るだけだから効果ないとの話を読んだ。余ったコロナ対策費をこれに回して使ってるだけだぞ。脊髄反射で叩いてる奴ら派なんなんだ。ゴールデンウィーク中にってのがヤバいのよ。ゴールデンウィークなんて黙ってても客派入るもんじゃん。ただ県14万人ってもう営業モデルが崩壊してるんじゃないの。ゴールデンウィークにスカスカ派恥ずかしいからな、わら。ただ県欲しいんだが、どこでもらえるんだ。これアカウント必要だから。一元がアカウント作成なんて面倒くさいことなかなかしないし。 J リーグ派チーム数増やしすぎたよね。最初の売り店の頃派精鋭されて面白かったな。こういうのって金払ってシーチケ買ってるのがバカらしくなるよな。